BT-13 バリアント BT-13ABT-13 バリアントは第二次世界大戦期にアメリカ合衆国のバルティーエアクラフトで開発されアメリカ陸軍航空隊及びアメリカ海軍航空隊で運用された基本練習機である。基本練習機は初等練習機と高等練習機の中間に位置する2段階目の練習機で 同時期の初等練習機としては、PT-13、PT-17 ステアマンや PT-19、コーネル、高等練習機としては、AT-6 適算などが広く使用されていた。1938年、バルティの開発責任者であったリチャード・パルマーは、単発戦闘機の開発を始めていたが、同じ頃に、 アメリカ陸軍から高等練習機の要求仕様書の提示が行われた。パルマーは設計中の戦闘機を高等練習機に設計変更し、V-51 と呼ばれる試作機を完成させた。試作機 V-51 は、出力600馬力のプラットホイット 2R-1340 を搭載した全金属製の機体を持ち、1939年3月24日に、 初飛行に成功した。V-51 は BC-51 の形式名が付けられ、アメリカ陸軍航空隊での評価試験が行われた。この評価試験で、アメリカ陸軍は、ノースアメリカン製の BC-2 の採用を決めたが、BC-51 の方も引き続いて、評価運用試験のため使いたいということで、BC-3 という形式名が与えられた。 V-51 がアメリカ軍に正式採用されなかったことを受け、パルマーは V-51 を再度改め設計し、出力の低いエンジンを搭載した輸出市場向けの練習機として VF-54 を製作した。しかしながら VF-54 の採用国は現れなかった。パルマーは VF-54 をさらに設計変更し、 着陸客を固定にして、エンジンを出力450馬力のプラットホイット 2R-985T3 バイトに変更した VF-54A を製作した。するとこの機体がアメリカ陸軍航空隊の基本練習機として採用されることになり、1939年8月に BT-13 の形式名が与えられて300機の発注が行われた。 BT-13 の最初の量産機は、プラットホイット 2R-985 から25を搭載し、1940年6月にアメリカ陸軍航空隊に納品された。続いて、大量生産された BT-13A はエンジンを、プラットホイット 2R-985、アン -1 に変更したほか、主脚カバーを省略するなどのマイナーチェンジを行った。 バージョンで6407機が生産された。また、BT-13A の DC-12V 電装計を DC-24V 計に変更した BT-13B が1125機、生産された。また、生産数増加により、プラットホイット 2R-985 の調達が追いつかなくなり、 同じ出力450馬力のライト R-975 から11エンジンを搭載した BT-15 が1693機生産された。また、アメリカ海軍は BT-13A を SNV-1 として1350機導入し、また BT-13B を SNV-2 として650機導入した。これらの BT-13 には、 バリアントという公式の愛称が付けられていたが、一方で兵士からは、バイブレーターのあだ名でも呼ばれた。これにはいくつかの理由があり、失速する寸前になると機体が激しく振動する、空中で激しい軌道を行うと風防が振動する、離陸する際に地上の建物の窓を振動させる、などであった。終戦に伴い BET-13 の多くは、 アメリカ軍から民間や輸出市場に放出され、あるものは強力なエンジンを他の農業容器などに乗せ替える目的で購入され、またあるものは外国の軍で練習機として使用されたりした。現在も少数の BT-13 が外国の政府機関や軍で引き続き使用されていると見られる。BT-13、サンメ面ンズ BT-13。 A の初言1970年に公開されたアメリカ映画トラトラトラにおいて BT-13 を改造して制作された99式艦上爆撃機が T-6 的3を改造して制作された霊式艦上戦闘機と共に出演している。また、同じくこの映画に登場する97式艦上攻撃機は BT-13 と t-6 の機体をつなぎ合わせて製作されている。これらの改造機は2001年公開のアメリカ映画、パールハーバーにおいても再び使用されている。ありがとうございます。